実はこの日、昨年のチャンピオン、田中秀和、アデール・プレストン組の引退表明がありました。昨日、イギリスはブラックプールで行われました全英選手権をプロモダンの部第5位入賞いたし、その大会を最後に引退することを決意しました。最後に精一杯踊ります。よろしくお願いします。ですよね。そうですね。まだペアを組んで1年余りなんですけれども、昨年の優勝者ですし、また全英選手権で3位の成績を収めるなど華やかな活躍をしてきました。まあ、競技生活は引退されますけれども、これからもますますご活躍になるんでしょうね。はい、これからもダンスを極めていきたいというふうに話を聞いております。楽しみですね。そうですね。19回日本インターナショナルダンス選手権大会からプロのラテン部門とモダン部門決勝の模様を中心にご覧いただきました。プロモダン部門の解説は篠田富子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。